カモンリバプール。どうもリバプール大好き YK です。本日は8月21日に行われましたプレミアリーグ第2節リバプール対バーンリーの試合をリバプール目線で振り返っていきたいと思います。このチャンネルではリバプールに特化した情報をお届けしておりますので、もしよかったら高評価、チャンネル登録、そして拡散していただけると嬉しいです。それでは行きましょう。さあ、8月21日土曜日に行われたプレミアリーグ第2節リバプール対バーンリー戦、早速振り返っていきたいと思います。まずはこの試合のスタメンご覧ください。こちらです。はい、第1節と2枚を変更しただけのリバプール。チェンバリに代わってエリオットが入りまして、ミルナーに代わってヘンダーソンが入っております。ストライカーのポジションには引き続きジョタが入っております。この試合チェンバレンは子供が生まれるということで、それに立ち会って欠場。そしてファビーニョはお父さんが亡くなったということでこの試合欠場。そしてミルナーは軽い打撲があったということでこの試合欠場となっております。さあ、そしてこの試合の結果がこちら。はい、2対0でリバプールが勝利を収めました。ホーム開幕戦ということもありまして非常に盛り上がってました。前半18分にはツミカスの素晴らしいクロスからジョタがヘディングで合わせて、ジョタが2試合連続のゴールを決めました。そして後半69分にはファンダイクのフィードから始まりまして、最終的にアーノルドからマネー素晴らしいパス、それを押し込んで追加点、両サイドバックのアシストでリバプールが2対0で勝利しました。ということでこの試合で気になったところをご紹介したいと思いますが、まずはリバプール2試合連続無失点ということになりました。非常にディフェンス陣安定してましたね。ツミカスも第1節は70分あたりから集中力を欠いたプレー続いておりましたが、この試合はほぼ90分フルで集中できていましたし、いい仕事できたんじゃないでしょうか。そしてアリソン、また第1節に引き続きましてビッグセーブ見せてくれました。素晴らしい活躍でした。そしてファンダイクの存在感、改めて大きいなと感じました。2点目もそうですけども、この試合何本もロングフィード成功させておりまして、右サイドにいるサラ、エリオット、アーノルドが生き生きしていたんじゃないかなと思います。やはりこの男の復帰、どの面においてもプラスになる、本当に世界最高のセンターバック、帰ってきてくれてよかったなと思うような試合になりました。そしてジョタ、2試合連続ゴールを決めました。フィルミーノがですね、バーンリー戦の相性がいいという情報がありましたが、ジョタできまして、その起用に応える得点あげました。この調子でいくと次節チェルシー戦もジョタでいくんじゃないかなと思うようなプレーぶりでした。さあ、そしてなんといってもエリオット、プレミアリーグリバプールでのプレミアリーグ初先発となりました。しかもフル出場しました。最後の最後までよく走れたなという印象でありましたし、18歳とは見えない働きぶり見せてくれました。非常に活躍ぶりだったんじゃないかなと思います。さあ、そしてこの試合2対0ということで、私がプレビューの時に予想しましたスコア予想バッチリ当たりました。ありがとうございます。展開までもバッチリ当たってたんじゃないかなと思いますので、これで僕のスコア予想の信憑性が少し上がったかなと思います。ぜひ次回も当てていきたいなと思いますので、そちらも注目していただければなと思います。ということで今回はプレミアリーグ第2節リバプール対バーンリー戦の試合を振り返ってまいりました。はい、バーンリー戦を振り返りました。皆様はこの試合どうご覧になったでしょうか。ぜひコメントで教えていただければなと思います。一緒に観戦しようご覧になった方にはわかるかなと思いますが、めちゃめちゃ僕は盛り上がりました。もう負ける気が正直しませんでしたね。素晴らしい展開の試合だったかなと思います。さあ、そして次回チェルシーと対戦いたします。このチェルシールカクを取りまして、アーセナル戦でも暴れておりましたので、リバプールはどう止めるのか、ちょっとした情報ですけども、ルカクがユナイテッドにいた時代はファンダイクと対戦しまして、ファンダイクが抑え込んでいました。ただ今シーズンファンダイク怪我明け、ルカクイタリアで大きくなって成長して帰ってまいりましたので、どうなるんでしょうか。非常に楽しみな一戦でございます。
ございます。この試合もこのチャンネルでは一緒に観戦しようやりたいなと思ってますので、もしよかったらお越しください。というわけで今回はプレミアリーグ第2節バーンリー戦を振り返りました。もし少しでも面白いと思いましたら高評価、チャンネル登録、そして拡散していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。